前回のウニクラ、気づかぬうちに2021年に突入したウニクロ丸。今年は街をきれいにしていくんだということで、ウニクロ1でも作った街灯作りをしてみた。うん、きれいな照明ができました。今年もどうかよろしくお願いいたします。はい、どうもこんばんは、ウニクロ丸でございます。いやー、皆さん2021年どうお過ごしでしょうか。まあ、僕はですね、今収録してる時はですね、まだ2020年の真っ只中ということで、まあ結構ね、編集までに時間かかっちゃったりもするから、まあ、このタイムラグはね、しょうがないかなと思うんですけども、ちなみに今収録しているのは2020年の12月の13日となっております。いや、結構ね、週1更新だからさ、やっぱね、その辺のタイムラグあったりしますよね。まあ、ですね、2021年度もですね、バンバン頑張って都市化を進めていきますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。で、ですね、前回の収録からも実は結構ね、1ヶ月近く空いてて、その間にですね、ちょっと見ていただきたいんですけどね、こっちのね、後ろに見える方向、これね、めちゃめちゃね、整地頑張っております。この調子でですね、全部65の高さに揃えて、今後もですね、いい街づくりやっていきたいなと思っている次第でございます。でね、早速なんですけども、一件ですね、コメントがちょっと来てたので、そちらの方紹介したいなと思います。これがちょっと前の、初めてエンチャントしましたよっていう時のコメントなんですけども、いただいてたコメントがこちら。岡里ゲームズさん、ありがとうございます。いつもね、この方コメントくれるんですけども、この方もね、マイクラのゲーム実況やってまして、すごくね、面白いチャンネルでございますので、これ概要欄の方にですね、リンクも載せておきますので、ぜひ見てみてください。めっちゃおもろいからね、2人でやってるとか、マジで羨ましい限りでございますけども、まあ、いただいてたコメントが、すごく丁寧にエンチャントの説明をしていて分かりやすいです。ダイヤのつるはしにシルクタッチがあると何かと便利ですよね。石レンガが欲しいときはかなり助かります。最後のカボチャの植えている場所ですが、カボチャの苗の四方どこか一箇所にカボチャができるための空間が必要だったと思いますといただいております。いや、誠にですね、毎度コメントありがとうございます。カボチャか、ちょっと見てみようか。よいしょ、はい、到着しましたと。多分ね、おっしゃっていただいてたのが、このね、農民さんの交易所だと思うんですけども、これですよね、かぼちゃさん。今ね、ちょっと座ってるところなんですけども、ちょっとね、変な感じで育っちゃってるんですよね。これもね、いずれ綺麗にしていこうかなとは思っておりますけども、まあ、今日は別のことをやってみたいなと思っております。で、今日やることなんですけども、ですね、今回は久々にね、ネザーの方に行ってみたいなと思っております。ネザーがですね、すごくね、危険な場所なんでございますよ。これウニクロ丸もね、何回もやられてるんですけども、ネザーの方にしかね、ない物質、まあ物質って言ったらちょっとあれだけど、資材がね、あるんですよね。それをね、なんとかゲットしてみたいと。で、ゲットするだけだったらね、ちょっとね、あれだなと思ったんで、今回はね、ネザー要塞を見つけるまで帰れま10、これをね、やってみたいなと思います。まあ、あまりにね、収録時間長くなったら帰っちゃうかもしれないんだけど、まあその辺はね、ご愛嬌というところで、ぜひよろしくお願いいたします。このね、エモートっていうんですかね、これ結構可愛いの多いよね。今3つしかないんだけどさ、こんなやつとかさ、これ何やってんだろうな、踊ってんのかな、この木こりとかさ、おらおらというところでまあどうでもいいや。まあ、早速ですね、ネザーの方に行ってみたいなと思うんですけども、うちのね、ネザーポータルって、よいしょ、向こう、後ろ側にずーっと行ったところにね、イカちゃんトラップがあるんですけども、それの近くにね、ネザーポータル遺跡があって、そっからいつも行ってたんですけど、ちょっとね、行くのがめんどくさいっちゃめんどくさいんですよ。若干距離あるからね。
だから、今回はですね、この町の中心地にちょっとネザーの入り口も作って、もしかしたらね、違う場所に出れるかもしれないから、それもね作って、その後でですね、ネザー要塞見つけに行こうかなと思っております。それでは本日も元気に行ってみましょう。いや、まずはですね、ネザーポータルを作るとこからですね。でね、どっからポータル作ろうかなと思ってるんですけど、このね、家の中とか作っちゃったら村人さんとかはね、ネザー行っちゃったら困るんで、この屋上ですね、屋上のこのウニクロマルの頭の中、ここにね作ってみようかなと思ってるんですよね。確かこの中空洞だったと思うんですけど、よし、うん、 OK ですね。じゃあここにね、こうやって作っていくと、よいしょ、あら、もう上があれだね。じゃあ横幅広げていく、よいしょ、これでいけっかな。これで火をつけると、よいしょ、あら、足りなかったみたいですね。とりあえず消しといて、もう一マス分上か。OK。こうかな？よいしょ。これでつけたら、どうなる？よいしょ。あれ？ダメだ。じゃあもう一段上なのかな？マジむずいわ。よし、じゃあもう一段上で、よいしょ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 。これでどうすか？よし、おお、おお、いったね。いよいよネザーの世界へ旅立つ時が来ました。じゃあ、ですね、ここはちょっと綺麗にしていきましょうか。よいしょ。これで、ちょっと埋めといて、うん、こんな感じかな。うん、OK ですね。じゃあ早速行ってみましょう。よいしょ。さあどこでしょうかね。あら、同じ場所かい。まあいいや。じゃあですね、早速ちょっとネザーポータルじゃないわ、ネザー要塞をね探しに行きたいなと思ってるんですけども、めっちゃ久々来たなあ。この辺をね、ちょっと湧き潰しがてらハーフブロックをね敷き詰めてるんですけども、向こうはねブルーのやつがあったりして、ちょっとね怖いっちゃ怖いんですよね。で、こっち側はね結構ね広がってるんで、ちょっとこっちの方行ってみようかな今回は。じゃあ早速行ってみましょう。バケツはとりあえずいらないから、剣は持っときましょう。ちょっと材料足りない説あるけどな、まあいいや。で戻ってきやすいようにこの階段ブロックをね一応置いていくと、目印代わりに一応目印は、あー、めっちゃいるわ、めっちゃいるわあいつら、やだわ。あいつは見つからないように行きたいけどなっていうか、早速見つかってるし。ほら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 、オッケー。ちょっと武器がないの不安だな。斧ぐらい持っとくか。よし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 。ここをじゃんじゃんと進んでいくと。で一応ここにはね階段もつけて、帰るときに迷わないようにしておきましょう。よいしょ、うん、これで OK でしょう。さあ冒険に行くぞ。めっちゃ豚の音が。よしよし、おお、どうしようかな。こっち側にずっと行けばいいかな。よいしょ。
おっとっとっと、危ない危ない。あー、広がってるのは広がってるけどね。ちょっと向こう岸まで渡りますか、これ。ちょっと非常に怖いけど、あ、石の方がいいか。よし。じゃあ渡っていきますよ。あ？あれ何？なんだろうね。初めて見るやつだわ。またちょっと余裕があるときに行ってみようかな。あー、めっちゃ怖い。よいしょ。よいしょ。よいしょ。今ガストとか来んなよ、マジで。今来られたらね、マジでマグマダイブしちゃうからね。みんなが悲しむことになるから、それだけは絶対やめてくれ。よいしょ。こういう時にね、撃たれたらほんとひとたまりもないからね。いや、マジで怖いわ。頼むから、出ないでくれよ。おった！あったあったあった。やべ、やべ、やべ。本当に来やがった、こいつ。やべ、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 やべ。危ない、危ない。いや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 。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい。お、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 お。危な。どこ、どこ、どこ。あ、こんなところへ。ほら。いいよ。よいしょ。うわ、いた。熱々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 。やばいやばいやばい。ガスト怖い。熱々熱々。やべ。怖え。本当に来るとはな。なんて空気の読めないやつら。いや、まあ、ある意味空気読んでくれたかな。いやでも怖っ。盾でも持ってきときゃよかったな。もういない？ちょっとこれ消しとこうか。危ないからね。よいしょ。あとね、ついでにサンドストーンとかも欲しいんだよね。サンドストーンだったっけあれ。よいしょ。あの水がね、上昇気流になるやつ、あれ欲しいんですけど。あ、あれか。あっこにあるやつそうかな。あ、めっちゃ怖い。危な。ビビった。これただの砂利か。砂利じゃねえんだわ。向こう側も砂利だよね。なんか奥の方に見えるような気もするんだけどな。ちょっと奥の方あれ掘っていってみましょうか。よいしょ。この辺から掘っていってみるか。これね、急に溶岩出てきたりするからね、ちょっとほんと不安なんですけど、この辺で松明でもつけとくか。暗いからね。ただそんなにツルハシの量がないからね。まあダイヤ使えばいいんだけどさ、なんかもったいない気するじゃん。おーおお、びっくりした。おお、向こうになんか見えてるわ。てかここにあんじゃん。お、怖えな。え？ちょ、怖いって。ややって。よいしょ。うわ、めっちゃいるわ。なんだなんだ。あ、あの青い炎ってあれじゃない？ソウル、なんたらやだよ。いた！あ、熱々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 。やばいやばい。いや、子供がなんか騒いでるわ。かわいいな。にぎやかですわ。やべ。やだわ。あいつ倒したいんだけどな。よっ。あれ？今のダメなの？ちょっと壁を作りながら行きましょうかね。怖いから。あいつとね、戦ってたらね、なかなか命がいくつあっても足んないからね。よいしょ。これ欲しかったんだよね。これね、魂のサンド。これがあるとね、
スポナートラップとかも、ゾンビスポナーのね、トラップとかも作りやすかったりするから、これはね、求めてたんですよ。よいしょ。一応、石のつるはしを持っといて、よいしょ、よいしょ、よいしょ。怖いからね。よし。あ、そこ埋めたら俺が帰れない。よいしょ。うわ、スケルトンまで嫌がる。よいしょ。やばいやばい。弓矢持ってくればよかった。いや、2体も。よいしょ。熱い熱い熱い。ダメだ、ダメだ。ダメだ、ダメだ、ダメだ。ほら。あれ？よいしょ。熱っ。なんだこれ、跳ね返せない。よいしょ。やばいやばい。しかも炎が青い、なんか熱々熱々熱々、炎が青いっすよ。えやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、やばいやばい、足が遅い。ここよいしょよいしょ、急げ急げ、 HP フィールド。よいしょ、あった、あった、あった、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ、あー死んだ。ただいま戻りました。くそー、ネザーやっぱり怖えぜ。いやマジやべえ、あいつどうしよっかな。終われまてんって言っちゃったからね。いやー、ここで終わるわけにはいかないんですけど、よいしょ、よし、こんぐらい持っとけばいいでしょ。で、あと弓矢だね。弓矢の一つを持っとかないと、ガストに対抗できねえ。パワー1。これでいいか。で、矢がそんなないんだよね。33矢しかないから、ちょっとうまいこと使っていかないとだ。まあ、唯一ね、ネザーポータル近くに作ったから、それだけは良かったわ。さっきのねアイテムできれば回収したいんですけどね。どっちだったっけ。あ、こちら。あ、ここで道が途切れたのか。よいしょ、 OK。 痛い。んーで、どの辺から行ったっけ。あ、あれだな。よっしゃ、よいしょ、まだ残ってっかな。おお、燃え盛ってんね。あ、あるっぽい、ダイヤあるじゃん。ラッキーラッキー。よいしょよいしょ、急げ急げ。よし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 。あ、結構残ってるっぽいな。オッケーオッケーオッケー、ラッキー。お、あいつ嫌がったな。ほら、やばい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 、いろんな敵がいて、やばいやばいやばいぞ、痛い、この野郎この野郎この野郎。オッケー、倒した倒したけど、俺も真相真相。あん、なんでだよ、めっちゃめんどくせえんだけど。マジネーザー危険すぎるわ。もうこのまま行ってやる。よしよしよし。とりあえずね、避難経路をね、確保してからじゃないと先に進んだらダメだわ。わかった。オッケー、あるね。あった。うわ、なんか壊された。マジで？もう、やめてよ。やめてください。よいしょ、よいしょ、よいしょ。とりあえずこれでいっか。なんか回収できた？
これこれこれ、あれダイヤのツルハシは、あれあと弓がない、弓やめてくれよ、よいしょ、なんか打ち返せねえんだよな、いた、よいしょ、熱い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 、なんでなんで、よいしょよいしょ、やばい、めっちゃいる、めっちゃいるわ、やばくない、あいた、いった、やば、え、ネザーこんな強えの、マジかよ、これちょっと慎重にいかんかったら無理だわ、マジダイヤ失ったの痛すぎるな、ちょっと、おお、しかもマグマが、危ない、もうネザー怖い、マジでやだ、もう帰る、くそ、またちょっと装備整えてから来るわ、あー危ない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 、ああ怖、マジもう怖すぎるな、ちょっとゆっくり攻略していこう、マジね、急にやったらダメだわ、ちょっとこの辺のやつだけね、せっかくなんで回収して帰りましょう、まだねネザーは僕には早かったっすわ、まあ、ちょっとだけ材料手に入ったからね、ここでもう撤退しましょう、深追いは禁物だわ、帰ります、いやーネザー要塞見つけるまで終わりまてんとか言ってたけどね、無理だわ、あやべ、ここもまだ完成してなかったんだ、あーそっかそっか、よし、この状態でね、ちょっとかっこ悪いけど帰りましょう、今度ねまたこの続きから攻略していこうと思います、さーて帰ってきましたよ、安心する我が町に、じゃあですね、今回は、まあ、今回はっていうか今回もですね、今回もネザーでボコボコにやられるというね、悲しい結果になってしまったんですけども、ちょっとね今日はこの辺りで終わろうかなと思います、ネザー要塞発見するどころかね、ちょっとネザーで生き抜くことすらちょっと難しいんじゃないかなっていう感じなんですけども、まあおいおいですね、今日行ったルートをですね、さらにガッチガチに固めて安全な道を作って、どん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 奥に進んでいきたいなと思っております、まあ今回ね、目的の一つであるこの魂のサンドね、これをゲットすることができたんで、まあいいとしましょうっていうところなんですけど、ダイヤのツルハシまた失っちまったよ、ガスト怖え、マジガスト怖えわ、まあですね、またこれからもですね頑張っていきますので、2021年もですね、どうぞよろしくお願いいたします、ほんじゃまあ今日はこの辺でまた次回お会いいたしましょう、ほんじゃバイ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 バーイ。